小沢スマッシュです。もっちゃんです。ひねちょつです。はい、今日もやっていきましょう。ライズオブキングダムっていうことで、今回は KVK あと9日プラス、もっちゃんおかえり。おはようです。おかえりなさーい。おはようございます。お体調大丈夫？大丈夫。喋ってはないけど、先週のオシリスも一応参加はしてたもんな。実は確かに。まあそんな感じで、まあもっちゃんも体調が復活したっていうことで帰ってきたんですけども、も KVK ももうあと気づけば10日切ってるんですよ。そんな感じだった？もうなんか一瞬ですね。ねえ、早い。みんな頑張ったから一瞬やったやんな。一瞬、本当にもう悔いはないです。悔いはない？悔いろ。悔いはないというか、まだまだ戦ってないよな、多分。まあまあ確かにそうです。まあそれをね、今回改めてこうみんなの前で晒したいなと。いや、これやばいな。うちが一番やばいよな。いやいや、まあでも最初ね、みんな志高く KVK 挑んだと思うんですよ。挑んだ40日前ぐらいかな。もしたらなんかで1位になりますみたいな、トップ10入りしますみたいな言ってませんでした？なんか言ってた。個人栄誉ポイントで、はい、20位以内を目指すと。まあでもまだ心があるから、今がまあ何百位か何千位か知らんけど、今から10日間でな、寝ずにずっとやってたらいけるんちゃう？体調も良くなったし。体調も良くなったし。うん。いや、これなあ。じゃあちなみに俺はな、もう画面映ってるんですけど、今768位です。まあまあ、じゃあヒデチョスか聞こうか。もっちゃんはな、20位目指すって言ってたから、まあ体調悪いのもあった。ハンディは分かった。じゃあハンディあるから、まあ20位は無理やとして、まあ1週間ぐらい体調、まあ10日間か体調悪かったから、100位以内にしといたら、100位以内ぐらいやったらな。あ、なるほどなるほど、いいよな。ってことで、じゃあヒデチョスかまず聞こうか。ヒデチョスなんか開始当初言ってたっけ？特に言ってないか。いや、あいつだって保険かけよるか。いや、ヒデさんが100位ぐらいって言ってたね。いやいや、言ってないっすね。言った。うちは動画覚えてない。うちが20位って言ったら、そしたらもう僕は100位ぐらいみたいな。100位。おじゃあ、チョス100位ってことは別にチョスずっと元気やったからな、健康体やったから。良くない、悪いな、今のは良くない。100位やって、ほんで現実は？現実は1049位です。あれ10倍以上。1049位。本同盟やったら53位です。あ、そうか、本同盟で、あ、でも本同盟見ちゃうともっちゃうついそうやしな。1100。え、スコアなんぼなん、ポイント？61003です。あんま俺もつってな、あんま強気で言われんぐらいの差やからな。なるほど。まあまあでもね、これ全員をフォローするわけじゃないんですけど、今回僕ら負けてるんですよ。だから、あの1回も暗黒の祭壇踏んでないんですよね。だからそれがちょっと大きな原因かもしれないですね。ああ、そうです、本当にそれ。なんかだるなっていったな、あいつを擁護するつもりはさらさらないねんけどな。ナイスフォローでございます。はい、じゃあまあそんな感じでヒデチョスは6万ポイントぐらいか。はい。で、大鳥のもっちゃん、おかえり。体調おかえり、良くなってよかったね。スコアいくら？どうぞ。1145位。チョスと変わらんのじゃん。いやいやいや、僕の方が上ですよ。いやいや、あ、もう全然誤差やろ。スコアは？スコアって何？スコア、失礼いたしました。おい、あいつヒレチョス以下やぞ。スコアは 55,240。 え、もうチョスと6000ポイントぐらい、あんま変わらん？あんま変わらん。いや、もう大差ですよ、これはもう僕の圧勝です。あー、まあそうやな、あんま変わらんな。あれ、もっちゃんこっからじゃあ20位目指すってこと？ちなみに20位な、今回23万いるな。で、今5万5千やろ。
ってことはあと18万ポイントいるわ。18万ポイントってことは野蛮人で計算するとなんぼいるんや。野蛮人1体が20ポイント入んねん。ってことは18万割る20で計算すると9000体買ってください。やばいやん。51以上の野蛮人を9000体、9000体買えばまだ20位目指せます。9000体でしょ。そう思ったらえ、でも9000体を5部隊で買れば何セット1800セット、1800セット5部隊でレベル51以上叩き続ければいける。9日あるんでしょ。うん、じゃあ9日で割ると、悪いな、みんな悪いな。200、1日200セットやればいいって考えたら見えるな。見えた。見えたか、ヒビとしてやるって。おはようございます。最後ね、強敵がコロコロ変わってる。爆弾回ししてるわ。でもちょっとこれな、ちょっとほんまにちょっと言い訳させてもらっていい？はい、これだけは。どうぞ。その暗黒がな、取れへんかったよ。うん。で、なんか暗黒についての不毛な戦いが結構行われてたんよな。そんなんあったんや。そんなんあったやん。いや、あったチョス。不毛な戦いなんて、俺らにそんな不毛な戦いはないよな。なんかそもそも暗黒の自体何も触れてないですよ。もうあいつやばいやん。会話できんやんけ。不毛な戦いが続いてた。暗黒に対してちょっと文句があって。おいここを見てんぞ。この YouTube おい知らんぞ。でもちょっとあいつ燃やされるわ。あいつ燃やされんぞ。不毛です。不毛です。どこに対して。ここは不毛ですよ。やけどな、ヒデさんこれ全くこういう感じのことが行われてたって知らんと思うで。まあそれはいつものことよ。いつものこと。せっかくなヒーチョスが T5 なって活躍すんのかって思ってたのに、まあ、結局今回も一緒だから。みんなね T5 目指してる人もいると思うんですけど、別に T5 になったから何か変わるかって言ったら、こういうヒデチョスみたいな人種もいるんで、あまり夢を描きすぎないように。はい、程よくね。もう聞いてもらっていいですか。はい。何でしたっけ、レベル4の関所でしたっけ、最初に戦った時に、うん、思ったより稼げましたよ。でも、うんうんうん、あ、撃破が T5 使って T5 で、まあそれは収穫かもな。うん、それは収穫です。そうです。まあそこでもう終わったもんな。だから俺らの KVK はこの関所4で終わってしまったんかもしれん。いやでもほら、そうよな。まあもう今回はもう負けやから、次に切り替えて準備しよう。次は20以内。いやでもまだ9日あるから。だからこれ KVK 終わった日もお疲れ様でしたやるから、その時の結果発表が全てやから。で今あくまで途中経過報告をこの動画やってます。じゃあまだね、3000万撃破で制服コイン1枚とかもらえるでしょあなたたち。僕はもうもちろん制服コインいただきましたよ。稼ぎました。3000万撃破、こんなチュートリアルですよね。3000万。それはまあいつもやらへん。あの勝つ時はやんねんけど、陣営がせこいからさ、うちはそれを言いたいからでしょ。何が俺が3000万撃破したっていうアピール動画ってこと。そうですよ、これ自己満動画。これそうです。それはもう物申します。いややればいいや。あんたらもやったらいいや。3000万これ俺だけができる技じゃないか。これあんたらもできんねんで。やってよ、装備大事やで。いや、うちはあれやねんな、自陣が勝った時はこれめっちゃノリノリでしてる、正直。でも自陣が負けてる時は一回もやったことない。いや、そんななんかニコニコ言われてもそうかとは別にならんけどな。いや、賛同します。賛同すんな。いや、勝っててもせんかったやん。いや、どうしてもね、やっぱり難しいですよね。難しいですよね。まあ、わかりました。
まあそんなん言うてな、2人ともこうやるのが俺らスマッシュチームやから。んクソ野郎やこいつら。まあまだ心があるんでね、ちょっとはい、頑張れるとこは頑張ってもろて、やれることはやります、やれることはやりますってな感じで、今回 KVK 途中経過報告でした。またKVK 最終日会いましょう。またね、バイバイ。